はようごじゃんしゅー、おはようごじゃんしゅー。はい、ということで朝です。ただいま現在時刻7時半。今日は何があるかと申しますと、なんと昨日急遽ですね、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎さんという方からフェイソン試合に出ないかということで、急遽試合に出てきます。最近ね、本当進化してきてるんで、まあ優勝しちゃうんじゃないかなって、まあ、いつも通りね思いますね。で、今回のペアなんですけども、ザマさんという方かな、ラケット屋さんのザマさんという方と一緒に組むらしいんで、どんな感じかね、まあ、初対面みたいなもんなんでね、うまくいくか分かりませんけど、いいチームワークを取りつつ頑張っていきたいと思います。そんな感じで今とりあえず試合会場に向かってます。オープニングスタート。はい、ということで到着しました。もう会場にはめっちゃ人いますね。試合の時ってやっぱ緊張するね。まあ優勝するんでね、今日は。まあ、会場にはね、あゆ太郎さんもいるらしくて、とりあえずね合流します。おはようございます。おはようございます。休憩です。さあ今日はどんな感じになるのでしょうか。とりあえずちょっとあゆ太郎さんを探さないと俺は喋れない。出てしまうコミュ障が。航空音でこれで帰るってすごいよね。おお落ちてきた。すごい、ボタンを押さずにできる航空音。行きますか。やべ、靴忘れた。靴すい忘れたわ。危ねえわ。おはようございます。あ、おはようございます。あ、ザマさん。あ、どうもよろしくお願いします。今日組んでもらうペアです。よろしくお願いします。ほぼほぼ初対面ですもんね。あゆ太郎さんっていないですか。あゆ太郎さんまだ伊勢原です。あ、本当ですか。ヒヤシです。おはようす。おはよう。今日出ると思わんかったわ。残念ながらペイソンさんを倒しに来ましたよ。でも合わないよね。合わないよね。ブロック合わなくない。ああ、そういうこと。今合ってるわ。別だよね。別っすね。まあ、頑張ろうや。決勝で会いたい、ね。まあ、決勝で会うためのロードっす。これ何、今回リーグ戦なのかな。なんか5ペアリーグで、うん、5試合しなきゃいけないの。4試合っす。5ペア自分も入ってるから。それが終わったら帰れるってこと。帰りたいんすか。そんな感じで今アップして試合いきます。ということで、あゆ太郎さん合流です。あ、それなんだね。あ、そうなんだけども、おはようございます。ね、いいでしょう。1回戦目は僕の先輩です。いや、強いんだよ。あれ、当たったことありますよね。なんかやってたよ、試合この間。ありますよね。あの、YouTube に載ってた。あ、そうですよね。いや、負けましたもんね、僕。負けそうになったけど。やった、やった。負けそうになった。やったってね。あ、そうだ、ファイナルでしたっけ。03ぐらい途中。え、雨、マジですか。確か。そう、途中で俺雨で中断して。そうですよね。そう、あったんだ、俺。3-0で追い込んだんだよ、柴田さん。よっしゃ、いけるぞ。はい、ということで、1試合目やってきます。相手は、前回会長杯で戦った柴田さんという方ですね。前回ね、3-0まで追い込んだんですけど、そこから雨で中断して、3-0から3-1、3-2、3-3、3-4って感じで負けました。なので、今回、勝機はね、あるということで、頑張っていきたいと思います。
来た来た。悪い、そう思ってるやつ多いかもしれない。見てみろ、俺こけてんぞ、首痛めてんぞ、みんな頑張れ。それくらいの意志で戦ってほしいという意味を込めてさっきダイビングヘッドをしました。イエーイ。どうもどうも、すいませんね。はい、誰もいない。まあね、あれ取れてね、かっこよかったらよかったですけどね。まあ負けちゃいました。まあ次回勝ちます。はい、ということで2試合目なんですけども、ちょっと撮影の許可が下りなかったということで、カットです。で、今からちょっと行ってきます。ちょっとね、はい、頑張りますんで、まあ結果だけちょっと勝ったっていうことをね、教えたいと思います。はい、頑張ってください。え、神奈川県チャンピオン、神奈川県チャンピオンです。皆さん絶対こいつタイトルですけど。次だから、え、次勝たねと。そうですね、まだ今のところ3人の可能性はあるから。予定通りで、予定調は、うん、大丈夫で。ロムなしって言ってんの。いや、ロボ打たなきゃいけないんですよ、あれは。あれ理論上、次は打ってこい。あれ理論上ダメなんですよ。平常理論やりましょう。お願いします。はい、ということで3試合目です。頑張りますから、本当に。2試合目ね、結構ね、負けましたけど、いい試合でした。頑張ります。こうやって取ってよかな。OK! 入ってる。
三試合目優勝しました。なんとかなんとかなんとか。つながったよ。いやよかった。つながったの。だからそれでこのメンタさんいける。ああ。なるほどね。いやまあ結果すべてね結果良ければ最良ということで、まあ三ヘリングいけたんでね良かったです。はい。皆さんが初めてセットの勝ったの。おいなめんなよ。だっけ？マジ？嘘。マジかよ。ということで、トーナメント進出。